チェリーを食べたいの？素直でいい子ね。ではご褒美に食べさせてあげる。こうやって。機嫌を損ねたり怒らせたりすることを怖がらないで。坊やの求めしものを教えるといいわ。それを叶えるのが私の役目よ。たまには理性に休暇を与えるのもいいわ。美しき真夏の夜に坊やを胸の中で甘えさせてあげること、それだけが私の望み。私の肌のぬくもりをお望み。いいわ、愛しい坊や。坊やの知的欲求を満たすのも私の務めね。この髪型を気に入ってくれたようね、坊や。メールの内容、奏でてあげましょうか。では、どんな報酬がお望み？委託をこなしてきた子たちは、しっかり出迎えてあげないとダメよ。真夏の夜が終わりを告げるまで毎日会いに来てくれるかしら、愛しい坊や。疲れているようね。さあいらっしゃい。隣に横になってその体を休めるといいわ。悲しいことも楽しいことも、痛さも気持ちよさも、これからは全部分け与えて、坊やのことずっとずっとずっと包んであげるわよ。チェリーを食べたいの？素直でいい子ね。ではご褒美に食べさせてあげる。こうやって。機嫌を損ねたり怒らせたりすることを怖がらないで。坊やの求めしものを教えるといいわ。それを叶えるのが私の役目よ。たまには理性に休暇を与えるのもいいわ。美しき真夏の夜に坊やを胸の中で甘えさせてあげること、それだけが私の望み。
私の肌のぬくもりをお望み。いいわ、愛しい坊や。坊やの知的欲求を満たすのも私の務めね。この髪型を気に入ってくれたようね、坊や。